あ、始まりました。栄光 GO! ということで、今日もですね、栄光に向かって GO していきたいと思いますので、お願いします。さあ、今日は何をしますか？加納さん、クリスマスパーティーとかはやるんですか？クリスマスパーティーも、いや、まあ、クリスマスだからっていうわけじゃないですけど、でもなんかその辺に集まってなんか飲んで、ああ、そういえばクリスマスも近いな、じゃあ、シャンパン1本ぐらい開けるぐらいな感じですかね。はい、奥さんは？いや、何もしないですよ。え、全くしたことがない。私はちょっとなんかパーティーやってほしいなと思いまして。パーティーですか？はい、そんな時には絶対必要だなと思うものを用意しました。え、なんすか？ありがとうございます。面白メガネ。面白ってついてるんですけど大丈夫ですか？面白メガネいくつか用意したんで、はい、かけてみてください。面白メガネ。まず一つ目、はい、ガリベン瓶底メガネ。面白くなりますかね？なるんじゃないですか？面白メガネ、メガネですもん。ちゃんと面白メガネで買ってきた？買ってきました。これさ、かけて、はい、バッと顔見せて、はい、何か一言だよね。まあそうですね。まあルックスだけで受けたらそれでいいんですけど、受けなかった場合、受ける自信がないから何か言わなきゃいけないよね。そうです。いきます。でいきます。はい。キムチ定食のキム多めで。どういうことで、ちょっとやめていいですか？超怖いんだけどこれ。ガリ弁だって言ってるのに。あ、そうだ。あ、ガリ弁か。いやー、これちょっと怖いな。どうなんだろう、ルックスだけで面白いのかな。いけてますけどね、こう昭和感が出てますね。全然笑ってないじゃん。みんな全然爪襟の学生服とか着たら、もう本当コントです。昭和のコント。本当ですか？はい、悲しいかな。これ自分で見れないっていうのがね。そうですね、うん、まあオンエア楽しむ楽しむ楽しみにしてるわ。まあ確かに今見たら怖いから。ちなみに今のは何だったの？キムチ。意味は？意味ないよ。意味ない。え、これ今見てる視聴者の方は爆笑してる？多分。はい、あ、まあ、視聴者の方が笑ってくれるなら全然いいけどね。はい、よく書き込みでありますもんね。電車の中で見ててヤバなった。あ、あります。あ、じゃあこれ電車、そうですね、電車の中で要注意ですね。はい、うん、すいません、なんか移動中なんか笑わしちゃって。続いて、はい、トロピカルメガネ。トロピカルメガネ。はい。うわ。いきます。はい。おっぱいーん。これちょっと待ってください。あの、この一言の方がすげえ怖いんだけど。やばいよ。これはどうなの？面白いの？一言頼んでないんですよ。いやいや、頼んでないじゃないですか。はい、いや、確かに俺さ、メガネだけだとちょっと怖くてさ。はい、これは何？このパーティーでかけなきゃ、かけたらその爆笑取れるってこと？そうです、盛り上がるっていう。はい、まあ今だからみんなパーティー気分じゃないから。はい、そうですね。だから、ね、試しにこれで、こう、乾杯の挨拶とかしてみてください。あ、うん、それじゃあ皆さん、グラス持って。聖なる夜をメリークリスマス。すいません、盛り上がる。いいいい、ちょっとヒゲ男爵みたいに言っちゃいましたけど。めちゃめちゃいいですよ。ルネッサンスみたいに言っちゃいましたけど。カンパインって言うかなと思ったんですけどね。あ、そっちの方が良かった。楽しいクリスマスパーティーにしましょう。カンパイン。いいですね、盛り上がる。はい、いいです、いいです。はい、まだありますからね。まだあるの？ありますか。はい、これですよね、やっぱり面白メガネといえば。あれ、これ見たことあるぞ。これ
ザコシショウさんの、はい、爆売れですよこれ、はい、ここを引っ張るってこと？引っ張ると瞬きする、うん、ね。バーン。ザコシショウの余裕があるよね。バーン。これは面白いわ。これはすごいですね。誇張しすぎたナンバーがないよ。一千何千のナンバラキュッタがってやれるわ大好きなナンバラさんをこんな風にさせないでください。誇張シリーズもう一回だけいいですか。誇張シリーズカノエコロさん1個で、はい、はい、どうもーラーメンつけ麺ボッ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 まあ、これよく見つけてきたな。いや面白かったです。いよいよ最後まだあるんですか。まあ、メガネというかなんですけどね。これ何これこれセットで売ってるんですか。はい。ああなんかよくガキ使で見るような、うん、これはなんていう商品なんですか。それあ、それだメガーゴメガーゴ。じゃあ呼んでもらっていい？メガーゴさん。メガーゴさーん。はーい。これ合ってるのこれ？これはいい。いいですよ。合ってるの？はいはいはい。こんなんつけたバージョン何も飲み食いできないじゃん。これ、ね、普通に売ってんだ。はい。全然自分がどうなってるのか分からない。ちょっと見せてもらって、これだけじゃあ見せて。あ、ちょっとこれ見れるわ。あ、めちゃくちゃ面白いねこれ。あ、いいね。あ、なんかすげえ馴染んでんな。これもらって帰っていいですか。これちょっと欲しいわ。確か親戚の集まりで子供絶対爆笑。さっきのザコシショウメガネも だからこれをだからいろいろと変えられるってことでしょ。多分そういいね。もう全然俺じゃなくていいからね。はい、ということで、あ、面白メガネ面白いね。やっぱりちゃんと多分メイコとかには絶対滑り知らずでいけると思う。いや、テレビもチャレンジできるんじゃないですか。これ何して出落ちいいとこでしょこれ。何してんの何してんのって言われるだけで。いやー、なるほど。まあこのなんか面白グッズなんか見つけたらまたちょっと英語で紹介させていただきたいとしても、はい、本当こういうのやるとなんかダイソーさんの件もあるけど、あ、うちこんなんありますよって送ってくるパターンあるからね。そうですね。はい、なんかどんどんやっていきたいと思います。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみなさーい。